とこのメンバーになるまですごくね時間がかかりました。で、このメンバーになって初めてのこういう大きな企画ということで、それまでにね本当に、もう世の中にもいろんなことがありました。なんかこういういろんなことを乗り越えるとこうやって今みたいな素敵な時間が作れるんだなって思ったら、光のないこう未来っていうのはないんだなってそう感じました。だからね、これから本当にたくさんみんな見ていく上でたくさんいろんなことが起きると思うけど、今年これからなんで前向きな気持ちでみんなでいろんなことを乗り越えていきましょう。